ムロログをご覧の皆さん、松本誠也です。今日はまあここ最近にあったことをちょっとダラダラと喋ってみようかなと。11月入ってから結構怒涛のように、まあ10月はね、ツアーがあって、まあツアー終わるごとにムロログ、上げてましたけど、それも無事ね、終わりまして、本当にあの全国の皆さんありがとうございました。ツアー帰ってきてもすぐですね、リハーサルが始まりまして、それが何かというと11月1日2日とライブがありまして、まず1日はですね、月見る君を思うにて、まあ僕の毎年やらせてもらってるアニバーサリーライブのウィズカルテットという、ライブがありまして、去年は無観客でね、スタジオライブということでお届けしたんですが、今年は有観客で、本当にありがとうございます。配信でもね見ていただいたということで、今回は、アンデスさん率いるカルテットと皆さんと、あとは、ギターゾノさんで、キーボード井上薫くんで、その編成でやって、実はこのウィズカルテットって毎回ね、編成がちょっとずつか、まあ、カルテットはありつつ、それ以外の編成が毎回ちょこちょこ変わってるんですが、今回も新しい編成でお届けしまして、まあカルテットのライブは、まあ、やっぱりこうね、ゴージャスな気分になるというか、それは本当にライブ歌っててもそうですし、なんかその雰囲気はやっぱお客さんにも、伝わってるんじゃないかなと、思います。あとはストリングスが入ってる曲、もともと入ってる曲、あるいは今回のライブのためにアンデスさんにアレンジしてもらって、作った曲とか、普通のライブではやっぱ味わえない、サウンド感、そしてあんまり普段のライブではやらないような曲とか、そういうのもあって楽しんでいただけたんじゃないかなと思います。そしてそのもう次の日に、もう一本ライブがありまして、それがオフィスオーガスタが30周年に向けてこうやっていく企画、ミュージックバトンという企画で、その第1回目が3 of Us ということで開催されまして、出演者が京子さん、そして山崎雅義さん、そして僕の3組ということで、まあ、これはこれで、まあ、その前日、まあ、ツアーのね、連日とかあるんですけど、ツアーってやっぱこうね、セットリストも同じで、それをこうお届けするっていうので、やるんですが、もう全然違うライブの2日連続やったんで、なかなかこう頭の切り替えは大丈夫かなと思ってたんですが、実際こう蓋を開けてみれば、非常に楽しくできましたし、このまあ、3 of Us に関しては本当にオーガスタの先輩方と一緒にやるということで、まあ、オーガスタキャンプとはまた違うものができればいいなという話が最初、打ち合わせだったんですよね。僕がちょうどツアーで福岡行ってる時に、ズームで繋いで打ち合わせやって、もう京子さん、山さんからバンバンいろんな案が出てきて、まあ、それがほぼ 100% 実現できた。ライブなんじゃないかなと、思ってます。まあその日ならではの、こともいろいろありましたし、またねミュージックバトンも続いていきますんでね、ぜひこれ、楽しみにしていただき、次回は隙間の大橋拓也さんがやれるみたいなんで、どういう風になるのかこれ楽しみにしていただきたいなと、思います。まあそのライブがちょっとこう落ち着きまして、で先日そうや、バンバンザイのね、僕が初のオリジナル曲ということで、バンバンザイに作曲と編曲で参加させてもらったラテという曲を、バンバンザイのみんなと一緒にこうアコースティックセッションでやるという企画が、YouTube で公開されまして、バンバンザイのアカウント、チャンネルから見れます。これもね、非常に楽しくて、実は収録はちょっと前だったんですが、とあるスタジオで、まあ、みんな輪っかになって、照明もめちゃくちゃ凝った照明セッティングしてもらって、すごいねスモークもたかれてて、めっちゃいい雰囲気の中で歌わせていただきました。で初めてその時バンバンザイの3人にもお会いしたんですが、非常にねみんないい人たちで、なんか対談コーナーもね、その動画にあるんですが、もう対談の時もめちゃくちゃ面白かったですし、なんかずっとこう喋ってたいなと思える、非常に、楽しい3人で、なんか、こうやって曲を提供させていただいたのは非常に嬉しいなと思います。まあ、ぜひね、その今回歌ってセッションしてるラテは、まあ、僕はもちろんそのオリジナル音源では僕は歌ってないんですが、ちょっと僕の歌う部分も作っていただきまして、
一緒に歌わせていただいております。こう輪っかになって歌うんでちょっとこうみんなの顔が見えるんで、あんまりそういうのは普段ないんでちょっと照れくさい部分もありましたけど、いつもねお世話になってる鍵盤の健太さんと、カホンで、アキラチョがやってくれたんで、そういうちょっとこう音楽的な、動画になってますんでね、その後の対談も非常に面白いですし、ぜひ見ていただきたいなと、思います。あと、SNS でね、ちょっとこう写真とか上がってましたけど、まあ内容は詳しく言えないですが、村上圭介とね、ちょっとスタジオでちょこちょこっといろいろ作業をしたりしまして、それも非常に久々に会ってね、彼も元気そうで、同い年でね、やっぱり、それ同い年のミュージシャンっていうのはなかなか実はいなくて、貴重な存在なんで非常に楽しかったですね。まあなかなかこう、まあコロナ以降こうゆっくりね、ご飯行ったりとかもなかなかできてないですけど、ちょっと落ち着いたらなんかね、行きたいなという話もしたりしてましたし、まああの写真の、やってたこととかはいずれ何か多分出ていくと、どういうことなのかっていうのは皆さんにね、届けられると思いますね。それもぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。ということで、次のライブで言うと11月25日に、染めの京都で、ライブがあります。おそらくまあ毎回言ってるんですが、おそらく今年最後のライブになるんじゃないかなとは、思うんですが、その日は、ひとりルームさんとね、まあ、ひとりルームさんはもう大阪時代からずっと知っているシンガーソングライターで仲間で、でも久々に、お会いできます。めちゃくちゃね、僕大好きなシンガーソングライターで、曲もいいですし声もいいですし、本当にかっこいい、シンガーソングライターなんで、ぜひこのツーマンライブ見に来ていただければなと、思います。お待ちしております。まあ、こんな感じでまたなんかこう喋ることがたまったら、発信していきたいなと思いますので、今日はこんな感じで、また、ライブ会場や、いろんなところでお会いしましょう。ありがとうございました。